地方病撲滅に尽力した杉浦健造医師の共造交付盆地の有病地視察に訪れた昭和天皇と案内役の杉浦三郎。1947年10月14日撮影。杉浦健造から1933年8月15日は日本の医師、海野国出身。地方病の研究、治療、撲滅に生涯をかけた医師として知られる。現在、 山梨県中駒郡昭和町最上神殿には杉浦健三とその娘婿である三郎の業績を伝えるために昭和町が委員を復元して開館させた展示施設であるフード伝承館杉浦委員が所在する。罹患者が治療を受けた杉浦委員の診察室杉浦健三と健三の娘婿である三郎の不思氏は代々同村で開業医として 地方病患者の治療にあたってきた郷土医である。二人は、献身的な治療を行うと同時に、この疾患に対する予防の知識を通じた、啓蒙活動を住民に行い続けた。しかし、一向に減らない、地方病に感染防止の難しさを感じ、この奇病を根本的に根絶するには、中間宿主である宮入外の撲滅しかないと考え、 宮入り街の天敵であるホタルの幼虫を増やすための餌となる川ニナや捕食動物としてのアヒルなどを飼育する施設を自宅を兼ねた飲食地内に作り、また共に戦う他の医師たちへ金銭的な援助を行うなど、資材を投じて宮入り街撲滅への活動を始めた。やがてそれは官民一体による地方病撲滅運動に発展し、百二十五年に 山梨地方病撲滅規制組合が結成され、収束宣言を迎える71年後までの長期間にわたり、山梨県民一丸となって進められた。1933年に、建造が亡くなると、その医師は娘婿であるサブロによって引き継がれ、1947年10月14日から2日間の日程で山梨県を行行した。 昭和天皇の地方病友病地視察は、サブローが案内を務めた。中駒群玉、旗村で視察は行われ、当時の甲府盆地における、地方病の状況説明、顕微鏡を使った中卵やセルカリアの観察、宮入い外の生息状況の観察などが行われた。その後もサブローは、水田産業従事者に対する経費感染を予防提言するための塗り薬を製薬会社と、 共同開発したり、工述する重血吸虫感染調査のために、甲府盆地を訪れたアメリカ新中軍関係者らと意見交換等を行った。さらに1949年に創設された山梨県立医学研究所の初代地方病部長に就任し、行政、医療関係等、各方面との調整役を務めるなど、戦後の地方病撲滅運動において、 大きな役割を果たした。杉浦三郎は1977年10月16日に亡くなり、杉浦委員は閉院された。杉浦三郎は、王診に出向いた外出先で倒れそのまま他界したため、後継者のいなかった、同委員は、内装、各種薬品、器具等が王診に出かけたそのままの状態で保管され、続けた。2010年に、杉浦家の土地、建物は、 昭和町により購入され、同家よりすべての収蔵品の傷を受けた。昭和町では、地方病の研究、治療に障害をかけた、建造、サブロー療医師の業績、病気に立ち向かった先人たちの足跡を構成に、伝承していくために建物を整備し、昭和町風土伝承館、杉浦委員として、同年11月16日に設立公開した。杉山中の墓。 杉浦三郎だけでなく、この病気の解明や治療に取り組んできた他の郷土医や研究者は、地方病収束を見届けることなく、太平洋戦争終戦の前後に相次いで亡くなっている。1944年9月3日に吉岡純作が亡くなり、1946年4月5日に桂田藤郎が、くしくも翌日の4月6日に宮入慶之助がこの世を去った。 三上三郎は晩年、自身の生涯にわたる、研究の出発点となった、甲府市向井町の森岩寺にある、杉山中の母山に、足しげく通い、中の母前に、無言のまま長時間頭を下げていたという。また、一生現役強度開業医を貫き、亡くなる一週間前まで地方病患者の手を握り、脈拍を確かめていた。意識のなくなる直前に、 長女霊子に紙と筆を用意させると、床の中から仰向けのまま、川中で手を洗い蹴りつきすみぬと、自生の句を記した。川で手を洗うという、他の場所であれば、当たり前の何気ない日常を、命尽きる、最後の瞬間まで夢見た、三上三郎は、地方病のない甲府盆地の未来を更新に託し、1957年3月13日、85歳で、この世を去った。 ありがとうございます。